身長ビヨーン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは超大人気シリーズ、身長先生聞けの23番目ですね。よろしくお願いします。ということでですね、身長に関する疑問ですね、ぜひ皆さんですね、コメント欄に記載してください。ピックアップして答えていきたいと思います。今回はですね、身長先生に聞けの19番目ってことで、2ヶ月前の配信だったようですけども、こちらのコメント210個のコメント欄いただいてますけども、そちらのコメント欄の中からピックアップして答えていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。まず一つ目の質問ですね。なんとしても180センチいきたい方へということで、11歳7ヶ月154センチ、12歳1ヶ月160センチ、12歳7ヶ月164センチ、12歳11ヶ月168センチ、お父様は177センチ、お母様160センチということで、150センチを目指してらっしゃるところですけど、いけるでしょうかということで、そこら辺をね、検討していきたいと思います。今回はですね、もちろん成長シートの方ね、使いながら身長を検討していきたいと思います。成長シートですね、欲しい方はですね、概要欄の動画の方で確認してください。 LINE にですね、このチャンネルの登録のスクショをですね、送っていただくと成長シートの方で配布させていただきますので、よろしくお願いします。それでですね、この方のですね、データを成長シートで当てはめてみます。真ん中の黄色い部分がこの方のデータをですね、当てはめたような形になります。こちらの方ですね、見ていただくと、まあ、最新の部分ですね、12歳11ヶ月というふうに記載があるんですけども、13歳0ヶ月168センチというデータがですね、ちょうどありますので、見ていくと単純にですね、この子がですね、日本人の平均的に身長が伸びていったらまずどうなるかとね、考えていくところが始まりますけども、13歳0ヶ月 168.0 センチの場合は 180.3 センチになるような形になります。この方はですね、平均的にこの身長が伸びれば180センチに到達できることが分かることになります。それに対して他の要素を加味していけるのかどうか検討していくような形になります。次、2番目によく検討するのはですね、最新のデータだけじゃなくて過去のデータも振り返ってみたいと思います。11歳7ヶ月12歳7ヶ月のデータの方をちょっと見ていきたいと思います。そうすると大体なんですけども、 178.8 から 180.3 センチのペースにいらっしゃることが分かりますので、過去のデータからもですね、180センチね、全然難しいという印象はないですし、この身長のデータからですね、非常に右から左に流れるタイプですと超早熟傾向というような形で、なかなかですね、 180.3 センチのところにですね、いかないんじゃないかという、ね、心配もあるんですけど、このデータだけで見ると平均的に伸びている、右側シフトしているような傾向もあるように思いますので、180センチがですね、難しいとは考えないでしょうというような形になります。その他ですね、いただいている情報としては、お父様の身長177、お母様160センチということで、遺伝的に計算される身長はですね、お父様の身長足すお母様の身長足す13割る2ですので、遺伝身長は175センチというような形になってきます。ですので、まあ、その遺伝的な部分を見てみると、今のね、ちょっと身長かなりオーバーパフォームという表現ができるかもしれないですけども、しかしたら早熟だったりするってこともね、注意する必要があると思います。ということで、仮にじゃあ1年分早熟だったらどうかというところを検討していきたいと思います。緑の部分ですね、仮にですけども、14歳0ヶ月168センチだったら 175.4 センチのペースになってきますので、早熟傾向ね、かなり強ければ 175.4 センチぐらいまでは落ちる可能性があるよというのが一つになります。一方で1年分半熟だったとします。12歳0ヶ月168センチ、この表でいくとオレンジの部分になります。そうすると今日186センチペースという形になりますので、平均的な部分ももちろん大事ですけども、早熟なのか半熟なのかチェックしていただくと、よりそうですね、正確に予測が立てられるかなと思います。正確に見るときは手のレントゲンや採血をするとより正確なことが分かります。過去にですね、早熟半熟チェックなんで、こんな動画もね、上げてますので、ぜひねご覧ください。次、 C さん、先生が言う身長が伸ばすポイントは、第二次成長を迎えていない方向けなのか、第二次成長を迎えた方向けなのか知りたいですということで、28件もね、いいねボタンが押してあるということで、皆さん非常に気になってらっしゃることかなというふうによく認識されます。これはですね、まあ、いろんなポイントをですね、私もね、ものすごくいっぱいお話しさせていただいているので、もちろんポイントの内容しかりだと思います。例えばなんですけども、いわゆる思春期系のものを扱う内容ですよね。生成塾を迎えた方が気にされるといいでしょうという表現になると思いますし、そうではない内容に関しては、思春期迎えてない方は迎えている方ですね、関わらず関係ある内容というふうに認識できます。ただし、まあ、一般的な回答としてはですけども、第二成長期を迎えていない方も迎えている方もやるべきことは同じというふうに考えていただいて大丈夫です。はい、次です。アイさんですね。湯船に浸かるか、浸からないか、浸かる時間で身長伸びにどんな影響があるか教えてくださいってことですね。これめちゃくちゃいい質問ですね、本当にですね。ということで、まず最初の答えなんですけど、湯船に浸かるか、浸からないかってことなんですけども、浸かった方がいいです。過去にスタンフォード式睡眠ってですね、ここ結構前の動画だと思うんですけど、そちらの方ですね、まあ、紹介されていた内容で、湯船に浸かっていただくと睡眠の質が良くなる。湯船に浸かって大体90分後ぐらいとかね、120
20分後に寝ると入眠がですねスッと入っていって成長ホルモンね分泌がよく流されるというのは分かっていることですね。やはり湯船は使っていただいた方がいいというふうな認識になってきます。次浸かる時間に関してなんですけども、パッパって入るのは意味ないです。湯船浸かると睡眠の質が上がる理論のですね、まあ、内容ですご理解いただければいいんですけども、湯船浸かっていただくと体の芯から温まっていくっていうところになります。その後にお風呂から出ると湯冷めして急激に体の温度が下がっていくわけなんですけども、そこの温度差が入眠に有効だというふうに言われてます。最低でもまあ10分とか15分ぐらいはしっかり使っていただいて体の芯から温めるというのを意識していただくといいと思います。あとですね、7時に入るべきなのか8時に入るべきなのか9時に入るべきなのかって質問ね当然出てくると思います。先ほどですね、そのスタンフォード式睡眠の内容を見てみると、例えば19時に風呂に入り始めて体だといろいろしたりして最後に湯船に浸かる、それで体を温めて19時半にですね出たとしたら90分後っていうのはですね9時になってしまうね。9時に寝る方であればそういったスケジュール感でしょうっていうような形になりますし、簡単に言うと寝る前引く2時間ぐらいの時からお風呂入っていただくといいかなと思います。睡眠のね時間に関して言うとね、過去にもね何度も挙げてますけども、3から5歳と10から13時間、6から13歳と9から11時間、14から17歳と8から10時間程度ね睡眠の時間を取る必要がありますので、入眠の時間引く2時間前ぐらいから入っていただいて、湯船ですね10分以上は、ね、使っていただいて体を芯から温めていただくのはいかがでしょうか。はい、次ですね、 K さん、牛乳を飲むなら夜に飲む方が寝ている時に身長を伸ばすために栄養が使われるからいいと聞いたことがあります。運動後以外でタンパク質などの栄養摂取に適した時間はあるでしょうかと、18いいねついてますね。まずは一つ、牛乳に関する内容ですね、まず覚えていただきたいポイントですね。牛乳はタンパク質が多く含まれているというのは事実ですし、乳製品を多く消費している国の方が低い国よりも平均身長が高いなんていうデータも出ていることから、乳製品はおそらくいいでしょうと。それに対して一方で動物性脂質が多く肥満を誘発する部分は少しありますので、太っている傾向が強い方はちょっと注意が必要であるということと、日本人は特になんですけども乳糖不耐症ですね、牛乳を飲んで下痢をする方に関して言うと牛乳を飲まない方がいいでしょうという表現になりますので、そこは、ね、十分ご注意いただいた上でちょっとお話しさせてください。寝る前に飲むのがいいのかって質問なんですけどね、これはね私もですねいいと思います。特にこう言われてるのは、睡眠してるとエネルギー補給がですね、8時間がずっと行われない時間があるので、栄養としては落ち気味な傾向になりますので、入眠前に少し飲んでいただくのはいいんじゃないでしょうか。あとはですね、運動後もやはりいいポイントになってきます。であとじゃあそれ以外にいつがいいかっていうね質問だと思うんですけども、食事中って表現でしょうね。食事中であればですね、胃の運動がですね活発になって体がねこう栄養吸収しますっていう、ね、状況に入ってますので、食事と合わせて飲んでいただくことは一つのポイントになってくると思います。はい、参考になりましたでしょうか。次ですね、 A さん、コロナが落ち着いたら絶対受診します、ありがとう待ってるよってことでね、早くね終わってほしいですね、このねコロナ生活ですね。次です、 O さんですね、筋トレやめたら硬い筋肉が柔らかくなって骨の成長を妨げずになり身長が伸びることはありますか。結論から言うとそこまで関係ないでしょうというようなことになるんですけども、もちろん筋トレもですね、高重量扱うような筋トレはあまりやらない方がいいのかなっていうところと、あとはまあやはりある程度リカバリーのね時間を取るってことが非常に大事ですので、筋肉が硬くなったらお休みするというような形でね、しっかりとお休みする期間も設けてやっていくといいと思います。次ですね、 T さん、ヒゲを触って柔らかいと骨端線が閉じてないというのは本当ですかってことですね。これもね超いい質問ですね。ヒゲさんは鼻下のヒゲと顎下のヒゲがあります。で、鼻下のヒゲが13歳未満とかで生えてくることいわゆる早熟っていうようなタイプになってきて、16歳以上とかで生えてくるといわゆる超晩熟みたいな表現になってきますので、超晩熟の表現ですと骨端線が閉じるのが17歳程度っていうのね表現になってくるかなと思うので、顎下のヒゲが17歳0ヶ月以降で生えてくるのが超晩熟の一つの目安ですので、顎のヒゲが生え始めたぐらいが骨端線がですね、まあ、ほぼ閉じ始めるっていうような表現ができるかもしれません。ただこれはね本当に注意しなくちゃいけないのは、ヒゲはですね最後までなかなか生えない子も結構多いので、それだけでね判断するのはまあ不適切だと思います。レントゲンを取ってしっかり確認しましょう。はい、次ですね、 N さんということで、神チャンネルでチャンネル登録しました、ありがとうございます。今後もね頑張って皆さんの身長伸びるをね配信していきたいと思います。 K さん、いやいつも楽しみに見ています。寝ている時に一番身長が伸びる姿勢ってどんな感じですか、例えば横向きに寝たら点点点とかですね。これもね超いい質問ですね。結論から言うと仰向けがいいと思います。どうしてかというと、寝具とかですね、基本的には仰向けベースで作られているわけですね。仰向けで寝ると睡眠質が一番高いからという表現になりますので、まず一つ目の答えが仰向け。ただし一方で寝やすい姿勢ってやっぱ個人差がもう相当強いですので、単純に自分がぐっすりと寝れる姿勢という表現でいいんじゃないでしょうかね。ちょっとねここで一個だけですね、豆情報としてはですね、こうやって寝る方、こういった方ぜひ注意してください。何を注意しなくちゃいけないかというと、身長とは直接関係ないんですけど、頭骨神経麻痺っていうですね、手がね
上がらなくなっちゃう人がいるんですね。だからあんまりおすすめしないので、そこだけちょっとご注意ください。はい、ということでね、身長節約機器が、ね、23万部でしたけどね、いかがだったでしょうかね。今後ですね、身長に関する方は、ね、バシバシ配信していきますので、身長に関する疑問がある方はね、ぜひコメントの方に記載お願いします。身長ビヨーン、バイバイ。将来大人になっても安全に伸ばすことができるようになりますか。血液検査のどの項目を見て身長伸びるかの眼軸化だと見分ける方法はありますか。